穴蔵です本日は暑くてくたばってますねうん。昨日は、えー、0.3ミリ4分の3で、えー、夕方以降もほっすることなく終わりましたで今日も4分の3 飲んで,で午前中からちょっと動物病院行ったんで、えー、ちょっと疲れましたね。でその後またいつも通りあり外で運動なりして今現在結構へばってますけどうんじゃあここで薬飲みたいかっていう感じではないですね。 いやね、今日午前中から、えー、とワクチンですねワクチン打ちに行ったのとあの顎ニキビとお腹のハゲの経過をみみ見てもらいに行ってえー、とまあい,いい傾向だって感じで,んでもしかしたら飲み薬の方の飲みダニじゃなくて。 飲み薬の方の炎症抗炎症っていう薬のようなやつが効いてるんじゃないかって感じでいい感じですね他に特になくてでワクチンはいろいろ相談して話し合った結果5種にしてえっ、ー、とその後の副作用とりあえずまあ30分ぐらいが大事だって言うんで、うん、アナフィリなんとか 食ったんじゃないですか人間でも、うん、あれがなんとりあえずなかったと何て言ったっけなあれアナフィラキだからありますよねうんそんな感じでまあそれも言ったから疲れたのかな余計今日めちゃくちゃ暑いんでんで余計不安なんですけどねちょ体調がね朝起きてそんな悪くなかったんですけどまあこの暑さの影響でしょうね ちょっともう家にいる時からちょっと軽くだるくなってきてでも行くしかないなと思ってあの行ったんですね若干だから予期不安のある中体調万全でなかったんでんでまあそれでも軽い予期不安というかまあそこでね豚腹飲むようなこともないしって感じでえそうですねトータルで1時間まあ 1>, うん、1時間ぐらいは行ったのかい,たのいたんですかね、まあ、えらい行った時あの順番に2番目だったんで「いやこんなもんなんですか?」ってちょっとあのか受付の人に聞いたらいやあの運がいいって普段はあは混んでるからってことで、まあ、その後とたくさんねあの来てましたよ犬ば,犬ばっかりでしたけどね まあそれが終わってまあとりあえず一回家に帰ってじゃあいつも通り行くかって感じで出かけたんですけどまあ体調がねそんな優れなくてその時点でもでめちゃくちゃ暑いしうんまあそれでもまあその後まあちょっと飯食ったりして外で食べるんですよスーパーでちょっと買ってまあそれはちょっと楽しみだった楽しみだったりするんですけど。 ス,スーパーもねあの行くことがあの行動療法になりますんでこういう体調の悪い時わ悪くはないけどいまいちっていう時行くとやっぱそのねあのそれぐらいの体調でもへ平気だったっていう訓練になりますんで精神的に、ね、その後まあ歩いてまあねあの大体まあ今日特別また暑いですけどだい 体午前中から外にいて夕方頃帰ったりするんですけど、まあ、結構長いですよねいろいろうんまあ飯食ったり散歩したりちょっとうん休んでたりこういうところで撮影したりってことで、ね、あっという間にね夕方になっちゃうんですよ。でまた夏がね夏だからあの日が長いんで下手したら6時になっちゃうこともあったりね。 まあ家にいるよりね気持ちがいいんでまあそんな生活ですけどねまあ今日はさすがにねまあ今年一番ぐらい30度超えてんじゃないかなということはあと5度から10度で夏の一番暑い季節にだいぶ近づいてる体感ですけどうん。 まああの公式で発表するね気象庁とかが発表する気温とあの体感の気温って違いますからね体感の方が高いですからうん確かねあの温度とかってちょっとした日陰でまあ特定の環境でとっている数値なんでね実際はもっと気温を高く感じているんですよね。 長いこと仕事してる人とかも下からの熱もあるしもう外仕事全般にあの発表以上にねあの実は気温があの体感してるんですよね、まあ、ちょっと話はちょっとずれましたけどうんそんな感じでねこうやってふらふらして休みながらやってるのはいいんだけど連続してこの気温でウォーキング、まあ、ここ何日かこんな感じですけどやっぱり30分歩くと。 かかななななり体力がもうついていかないいててっ感じです、ね、話にならないですすねね話によまあそれでもねちょっとどこまでできるかっていうのをこれからもまあ今後ねできる限り続けていきますけどねまあ暑い暑いって何回も言うのもあれだけどとにかくね本当と暑いんですよ。 うんまあ外で仕事をしている人はわかると思いますけどまあそれでね撮影のためにこんなの被ってんだから普段はね歩いてる時はもちろんこんなの被らないんでまあそれでもねあの単発なんですよこれ自分もうちょっあの気温がもうひ 日差しもも温度も、ね、思いっきり受けるんですよね頭でまあそんなところですかねうんどうやってこの暑さと戦っていくかあそれであのそうですねあの コメントいた,だいた方ありがとうございまますすね助かりますよう,ちうちのチャンネルはコメントが来ないんで多分あの打ちづらいっていうのもあるかもしれないなと思ってたんですけど大丈夫ですよあの特に訳の分かんないコメントとかうんちょっとストレスになるようなコメント以外は普通に受け付けますんでどんどん書き込んでくださいねうん でねひどいねやっぱコメントもねあの結構多分300本ぐらい出してるんであるんですよ。もうそれはね一応やばいっていうのもあるんで副書取って保存はしてますけどまあよっぽどじゃない限りあそんなねあの大丈夫ですよ普通の常識なの範囲,範囲内であればほんとねこのコメントっていうのは 厄介なものもあってねびっくりしますよ多分それオープンにしたらえらいねコメントもあるんですよねその例の「あの誹謗中傷どうのこうの」っていう話題がなってからはね全体的にねあのどこのチャンネルもねまあ落ち着いてるんだと思いますけどうーんまあいい傾向だと思います,思いますけどねうん で本当はねコミュニケーション取りたいんですけど、うん、そういうのがねあまり多いと自分もストレスになるしチャンネルの質的にもよくないんであのコメント閉じちゃったりするかもしれないですけどあのメンタリスト大 a さんみたいに。でもねそれは本当の本意ではないんでご理解いただけたらと思いますね。まあめったにあにの ちょっとねあの目にコメントなんか目につかないですけど古い動画なんかポツポツ入ってたりまあもちろんいいコメントもたくさんあってねするんですけどねちょっとしたねあのメディアに出てる出ていたようなミュージシャンの方とかねコメント来たことあるんですよもちろんいいコメントですよまあいろんな人が見てるなとその時思いましたけどであと何だっけな その得体の知らない一番やばいコメントっていうのがまあ内容は言えないですけどそれどんな人が書いてると思いますびっくりするんですけどあのチャンネル登録者数1万人以上の人ですよありえないでしょ普通ねそのデメリット考えたらうんなかなかねそんな 文字に記録として残るようなことはしないと思うんですけど、うん、まあそういう点でね今いろんな人があの書き込みますんでうんでコメントに対しては、まあ、普通のコメントに対しては普通にねまとめて返そうかなとかちょっと思ってますねそれでえー、っとうん個々のアドバイスはできませんので,医者,で医者じゃないんで。で あの文字なんかでだけの情報じゃねいろんなことはであのアドバイスなんかできないですよ。ほんと申し訳ないですけど。であるチャンネルでもねもう2つ3つね自分見ましたけどそういう質問がねどうしても来ちゃってね、えー、と自分もストレスになるしやっぱり今話したように文字だけの情報じゃわからないっていうとかそういう理由であのコメントのでの質問なんかはね、うん、どうしたらいいですかみたいな。 感じはね、あのー、断ってましたねやっぱり。うん。まあそれはそうですよ。それがやっぱり不安定な人もいるんで、うん。まあ言えば医者であっても、あのー、文字だけのこういうまあユーチューブでの他の、うん、媒体でも、あのー、普通はねあんまり質問しないですよね。あの具体的なっていうか。 うん、その辺やっぱり質問する側も不安定だったりする人もいるんだろうなと思いますね。やっぱりちょとりあえずはこういうネットの情報を参考にしてじゃあ医者に聞いてこうこうこういう意見はどうですかとかそういうふうにね聞いた方がいいですよね。だってこ、まあ、このチャンネルだけにで話すとじゃあ自分はパニック障害と自律神経失調症であります。うん、で 自分と同じその2つがあって、うん、他の精神疾患2つも3つ持ったらアドバイスはね全く別のものになると思うんですよ薬に関してもそうですねあのだからねやっぱり医者なんですよ冷静にあの全体的にその人を見てくれるのはまあその医者の質にもよりますけどまあそんなことでねあのコメントを 自分が発信するのは自分の体験と、うん、個人に対しての、うん、話ではなくて、うん、全体的にこういうふうな例えば首こりだったらこういう風のが自分は役立ったから、うん、どうですかってみたいなそ,のそんな感じのアドバイスしか普通できないですよ。ままあかかかってくれると助かりますけどだから まあそれ以外のことだったらあのコメントいただいた方みたいにそういうの本当全然 OK なんで内容的にうんまあ以上ですねちょっと長くなりましたけどこれからもよろしくお願いしますありがとうございました穴ラでした失礼します